続きをやっていくわけですが、大変久しぶりになってしまいましたので収録が、全然覚えてませんが、まあもうほぼほぼひかみくんとはいい感じになれるでしょう。あのね、それでね、私調べたんですよ。受験に必要なステータスっていうのをね、ちょっと拝見しまして、でそしたら学力と芸術が一定以上ないと大学とかに受からないということで、なんかね、一流大学は150以上らしくて、学力があまりに余りすぎていて、で芸術がちょっと足りてないっていうところでですね、もうやるしかねえよなつうことで、ひたすら絵を描こうと思います。でマジで覚えてないから、今ってあれかい、とりあえずゆうくんに話を聞きに行こう。久しぶり、元気だった？こんな感じだよ。まあ、特に何も変化なしというか、うまいこと言ってるんじゃないかなっていうのと、クリストファー・ウェザーフィールド、あれさ読みづらすぎないか、何なんだろう。じゃあちょっといい話聞かせてくれ。うん、ちょっと待ってて。あ、いや、いよいよ来週は修学旅行、何着ていこうかな。コーディネートよく考えないと。私もさ、シンガポール旅行を控えててさ、何着ていくか考えないとな。旅行楽しそうだね。そりゃあ楽しみだよ。各クラスでチーム組んでさ、枕投げの練習もしてるんだ。枕投げ営業、ずいぶん本格的だね。うん、小学校最後の旅行だから思いっきり盛り上げなくちゃ、いい思い出になるようにさ。いいね。他にもいろいろ考えてこっそり準備してるんだよ。うわ、楽しみだ。楽しそうでめちゃくちゃいいな修学旅行。いつの修学旅行が一番楽しかったかって考えてもね、修学旅行というものがあんまり記憶にないんだよな。修学？あ、休みか。私さ、何の予定もないんだよね、今。クリスマスが近いぐらい？まあでも、普通に受験勉強というか、試験勉強というか、そんなんでいいような気もしてるけど、デートで行ってないところとかね、見といた方がいいのかな、スチルを集めるためにみたいなね。なんかあるかい？あのね、別に言うほどないな。ひかみくん、今行きたいところも特にないもんね。やっぱ勉強ざんま。あ、おしゃれしよう。うわ、あ、はいはいはい、なんでしょう。そろそろ期末試験だね。クリスくんは準備進んでる？進んでるような、進んでないような。でもクリスくんはね、お家のお仕事あるから、別になんか変な話、なんか試験とかあれでもなんとかなるでしょ、就職は。え、どういうこと？試験勉強ってなんぼやっても不安なんや。早終わってくれへんかな。確かにな。寝て起きたら終わってたとか、そんな世界があったら行ってみたいわ。なんか今の会話の中でさ、私さ、あ、勉強ってなんかやってもやっても不安残るよねみたいなので、うんうんってやってたんだけどさ、そんなに不安になるほど勉強したことないんだよね。なんか常にいつも何も勉強してねえっていう不安しかなかったからな。トラマくん。はい。あの。あ、普通にデートのお誘いですか。いいですよ。空中庭園で。あ、眺めましょう眺めましょう。よし、決まりだ。かわいい。そんなに時間は取らせないよ。さあ、いらっしゃいませ。あのね、このあと時間あるって聞かれるじゃん、いつも。でさ、そのまま普通に海に行くもんだと思ってたらさ、僕のマンションにみたいなこと言われてさ違う話だったのにめちゃくちゃ飛ばしてしまったっていうね。うん、お邪魔します。あ、天体望遠鏡。そう、これが僕の宝物。もう何年もここから星空を眺めてる。めちゃくちゃいいお宅で、めちゃくちゃいい天体望遠鏡持ってるんだね。秋の晴れた日はこうやってレンズを覗くんだ。いいものが見えるから。え、それってさ、本当になんか特別なものを見せに私を呼んでくれたってこと？
ねえ、どんな星が見えるの？ただの星じゃないよ。星々の集う銀河だ。アンドロメダ座大星雲さ。アンドロメダ座大星雲言えない。アンドロメダ座大星雲めちゃくちゃ言いづらいぞ。アンドロメダ座大星雲言わせないでほしい。大きな渦巻き銀河の近くに小さな銀河が2つ、3つの銀河がここにはあるんだ。へー、1つじゃないんだね。そう。そして僕たちがいる銀河系の近くにも小さな2つの銀河があるんだよ、うん、ということはさ、アンドロメダからこっちを見ると同じように見えるんじゃないかな。なるほど。あ、そうかもね。ちょっとワクワクするだろ。かわいいね、かわいいね。こんな風にこれからも2人で星を見られたら。今のは聞こえたでしょ、さすがに主人公もさ。あ、まばっか。なんでも、なんでもなくはないけど、いや、なんでもないよ。ちょ、好き。ゴリラみたいな声出ちゃう。今度は私の番。イタルくん、見せて。そうだね。は？どうぞ、アンドロメダ姫。ちょっと待って、私そういうの苦手なんだけど、なんかはーって思っちゃう。ないよね、ちゃんとさ、ちゃんとこうなんかあのロマンティックな感じでさ、いい感じにしてくれてるのに、はってよくない、ごめんなさい、すいません。イタルくんったら嫌い嫌いだー、こういうの。いやでもいい顔してた、ヒカミイタルが。あの時イタルくんは何を言いかけたんだろう。いやいやいや、バカ鈍感難聴主人公。お姉ちゃん、いる？なんだよ、爆弾か？この流れって爆弾だったっけ？最近さ、あー、はい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 、爆弾？クリス君だ。いや今爆弾抱えてる人いるからイベント困るな。クリス君。あ、琴乃ちゃん、こんにちは。はい、こんにちは。どうしたの？難しい顔して。うん、下駄箱が地味やから色とかつけて綺麗にしよう思てんけどな。そんなデコは良くないよ。こんだけ数があると大変やろ。なんかいい方法ないかな思て。いや別に自分のところだけだったらデコってもいいかもしんない、最悪ね。でも全体をやるつもり？それってひょっとして学校の許可は？もろてへんで。バカ。やっぱりそんなことしたら叱られちゃうよ。じゃあ試しに僕んとこだけやってみる。そうね、自分のところだったらまあいいわ。で評判良かったら他んとこもやろう。うん、そうしよう。評判っていうかまず学校のさ。ありがとう。いや君のおかげでいい案出たわ。ほんなら早速やってくる。変な人。私のおかげ、私のせいにされん。メールです。困っています。はあ、お腹がすごくすくんです。テストの最中になってしまうのではないかと思うほど胃腸のおかげが活発なんです。あれかな、頭めちゃくちゃ使うとお腹すくって言うけど、どうなんだろうね。お腹が鳴らないようにする技。お腹いっぱい食べるしかないんじゃない。いっぱい食べる君が好き。そうでね、今年こそちゃんと着物を買うんですよ。なのでブティックジェスで着物を買えばいいのかなと思ってるんだけど、でもね、トムは気づいた。今この瞬間買いに行ってもお金は足りるんじゃないか。そんなね、セールなんか待たずとも僕は買えるんじゃないか。いらっしゃいませ。こんにちは。300とかそこらじゃない、晴れ着って。はい、来た。変えるんだが何色がいいかな。どっちかだな。
髪の毛の色と考えて、いやでも緑綺麗だな。どうしよう、この2つはそんなでもないな。緑にしちゃおうかな。はい、めっちゃお金減ってく。100リッチしか残ってないけど、まあ満足。ドレスもあるしね、そんなに必要なものもないしね。よし、もうクリアです。ありがとうございました。私の中ではクリアですね。帰ろうかな。ジュエリー見てく？見てくかな。いらっしゃいませ。ジュエリーのことも考えたらやっぱセールにちゃんと行った方が良かったかなとは思いつつも、そうね、天然石いいよな、好きだな天然石みたいなところ書いてあるアクセサリー屋さん絶対見ちゃうもんな。ブレスレット買っとくか。いやこういうとこ見ちゃうなやっぱりな。ピアスも買っとこう。はい、おしまい。ありがとうございました。はい、ん、どうした、誰かいるのか。すっかり遅くなっちゃったな。あ、クリス、ねえクリスくんのイベント多くない？クリスくん、あーやらかした。クリスくん、あ、琴乃ちゃん、こんばんは。こんばんは。こんなとこに一人でどないした？いやこっちのセリフ。お買い物の帰りなの。クリスくんこそどうしたの？スチルか。おー落ち込んでる。ちょっと仕事でやらかしてもうて。まあそういうこともあるよな。すごく叱られちゃったとか。逆。え、逆？うん、叱られるどころか勉強になったなってお父ちゃんに笑われて。それがバカにされるって、されてるって思ったってこと？それまで社員さんがめっちゃ頑張ってきたプロジェクトが下手したらパーになるとこやってんで、うん、それやのにあんな風に笑われたらかえって落ち込むわ。でもお父さんも多分クリス君のことちゃんと考えてさ、これは怒鳴るんじゃなくて本当に気使ってるとかじゃなくて本当の意味でちゃんと勉強になってよかったね、今後に生かそうねって思ってくれてるんじゃないかな。そうだったんだ。ほいで、うち飛び出して一人大反省会やってたら君が来たってわけやね。なるほどな。人生捨てたもんやないな。神様も優しいとこあるわ。そうかい。反省会してたのに邪魔じゃなかった？いいや、話できてめっちゃ嬉しい。元気出た。クリス君のいいところはここだなって私は本当に素直に思うんだけれども、なんかいいところはちゃんと良いって言えるし、悪いところは反省できるし、嬉しいことはちゃんと嬉しいって言えるって、なんかあれじゃない、本当に人間としてよくできてるように見えるなって思う。クリス君、帰ってお父ちゃんとちゃんと話すわ。背中押してくれてありがとう。何もしてない。それこそメタの私はさ、まあまあでもお父さんもいろいろねみたいなこと言ってたけど、琴乃ちゃん何も言ってない。送ってあげられへんけど大丈夫か？当たり前や。うん、大丈夫。頑張ってねクリス君。ありがとう、さよなら。バイバイ。いろいろ大変そうだな。ほんと大変そうだね。あー期末テスト忘れてった。出かけてる場合ちゃうで琴乃ちゃん。いけるか。バッチリバッチリバッチリ、いい出来、バッチリ。うわー、やっぱり芸術よな。ネックデデンデンデン。あー、いいでしょう。こればっかりはまあまあ致し方ないでしょう。イタル君、トロボ君、さすがだな。うん、いいんだ、イタル君の方が一番だからね。いいな、一番。俺も一流れ大学頑張って目指すからよ。トロモ君。はい。あ、
開いてます。行きます。大丈夫です。ハリーの誕生日か。ハリーくん？ハリーくん何好き？日本の城大全集。え、本当にこれ欲しい？なんかサンリッチが嘘な気がするんだけど、これベルトの方じゃなくて？え、わかんないな。日本の城って好き？私ごめん、こっちにする。いや、なんか引っ掛けかなって思って。どうだろう。あ、はい、あ、サンキュー。お、いいじゃんか。はあ、え、マジで城なの？あるんだ。頬がピリッとするな。うん、さ、滑るか。受験前にさ、滑りに行って大丈夫なの？なんか迷信的な。なんか初めてね、スキー来たけれども大丈夫？ああ、雪山なんだから当然だけれど。素敵じゃない。底冷えするな。まあね、そうだろう。何本も滑り込めば汗も出るだろうけれど、僕たち止まってる時間が長いからな。まあまあ別に。確かに冷えてきたかも。そうだろう。実は僕に一つ明暗があるんだ。君ちょっと待っててくれないか。分かった。何、あったかいものでも買ってきてくれる？ここで待つ。動かないでくれよ。何？どうなってんの？イタル君、ちょっと待たせたな、トロモ君。はい、おかえり、イタル君。あ、なに？え、ほら、ちょっと、好き。私、お前好き。あ、特選肉まんだ。ひとっぱし買ってきた。あったまるぞ。おい、え、いらないのか？ひょっとして肉まんは嫌いか？ううん、そうじゃないよ。イタル君と肉まんがいまいち結びつかなくて。いらないのか。ああ、いるいただきます。そう、よかった。さあ、温かいうちに食べてくれ。俺、ひかみイタルの表情がちょっと崩れるとき好き。なんか闇のオタクみたいな言い方。うん、ありがとう、イタル君。いや、いいね。お腹が温かくなると随分違うだろ。肉まんは正解だったな。わかるけど一緒に買いに行こうよ。そうだね、体がポカポカしてきたよ。それじゃあもう一度滑りに行こうか。今度の目標は転ばずに降りることだ。行くぞ、トロモ君。行くぞ。かわいいね。今日は心の底から楽しめたよ。うん、よかったよかった。そうか、もう帰るだろ。帰る。 ありがとな。でもね、爆弾がついててよ、誰なのか分かってねえのよな。てかあれだね、ゲームシステム側というか、ひかみいたる側がさ、取ってないスチルまだあるよっつってさ、なんか勝手にこうデート誘ってきてさ、スチルを発動するイベントばっかりをさ、やらしてくれるのありがてえよな。よし、スキー合宿？え？あ、そういう感じなの？あれ？クリスマスパーティーじゃないの？午前中の授業なくてもいいのに。やっと授業終了！ん？机の中にメモが。なんだろう。俺、合宿パスするから。クリスマスは書き入れ時なんだ。2日も店休めない。楽しんでこいよ。じゃあな。テル佐伯。なんで？なんで私に言ってくんの？なんで私に言ってくんの？ちょっと待って、マジでわかんないんだけど。え、そんなに親しかったっけ？なんだ、不思議だな。まあじゃあ、うん、パーティーあるならいいんじゃないの。チューリッチのもの、天球儀。合宿とパーティーが一緒にあるってこと？私はちょっとよく分かってないんだけど。謎だな。
ちゃんと話見とけよかったな。じゃあ、行きますか。今夜は3年に一度のホワイトクリスマスパーティーです。へえ。特別なパーティーですから大いに盛り上がってください。はい。ただしいくら特別でもハメは外さないように。あれじゃなかった？去年のクリスマスパーティーはさ、千代ちゃんとまだ喧嘩みたいな状態になってて、ちょっとだけちょっと嫌な感じの雰囲気だったけど、今回はね、もう仲直りしてるからいいですね。いいね。では乾杯しましょう。メリークリスマス。メリークリスマス。はい、富山さん。はい。楽しんでますか？ちよちゃん、友達に会えなかったら寂しいなって思ってたところなんです。あなたを見つけられてよかった。とも、もそのドレス素敵ですね。うん、すごく似合っていてなんだか羨ましいです。去年はなんかすごいこと言われたけど、今年はちゃんと褒めてくれて嬉しい。私も着てみたいけど。着な。私飲み物を取ってきますね。うん、バイバイ。トロモくん、ここにいたのか。なんか BGM ってこんなに変わったっけ以前。あれ、メリークリスマス。そうだね、去年と同じこと言ってる。女子。そうだよな。君もそのドレス姿、普段とはかなり違って見える。まあ褒め言葉は何度聞いたっていいからな。似合わないかな。とんでもない、今日は誰よりも華やかだよ。いつもの君も素敵だけれど。でしょう。難聴主人公。君に会えてよかった。楽しいパーティーになりそうだよ。うん、盛り上がるといいね。ああ、そうだ、執行部のメンバーも探さないと。うん、バイバイ。トロモさん。あれ、メリークリスマス。あれ、なんか今年は来てくれんの？あ、先生、メリークリスマス。パーティー楽しんでるみたいで何よりです。おう。いや、今日の君はおめかしさんだ。とても似合ってます。ありがとうございます。先生だってお似合いですよ。トロモさん、もう一声。もう一声。え、あ、先生も素敵ですよ。ありがとう。先生もおめかししてきました。なんやこいつ。先生、そろそろ大人の付き合いにしぶしぶ参加してきます。じゃあ。あのね、一言多いと思うよ。しぶしぶってところやめな。トモ先輩。どうも。メリークリスマス。超楽しんでんじゃん、よかったな。アマチ君。ねえねえ、あっちの料理食べた？すっごく美味しかったよ。そういうのもっと欲しい。そういうのもっとちょうだい。ちょっとそう、なんかこのなんていうの、あの年下の無邪気さ、よだれでしたもんな。うわ、もう好きだよ。え、本当？どこにあるの？なんか口を開くといつもと全く同じだよな。まあいいんだけど。なになになに、え、今日の先輩ちょっといい感じだなって思ってたけど、あ、口を開くとやっぱりいつもの先輩だみたいな感じ。は？せっかく綺麗なドレス着てるんだからさ、もう少しレディっぽくしたら。え、それでもいいってさっきおっしゃってましたけど。あー、美味しかった。満足満足。じゃあね。バイバイ。いや、なんか結構いろんな人が絡みに来てくれたね。プレゼント交換な。まあ、ひかみくんがいいです。シルクスクリーン夜空、はあ、部屋に飾る。なるほどね。トロモくん、こんばんは。僕の出したプレゼント君がもらってくれたのか。ああ、私からのプレゼント。気が利くサンタに感謝したよ。ああ、はい、ありがとう。いつもトロモくん。はい。ちょっと外に出られるかな。あれだよね、3年目のクリスマスパーティーの時に一番好感度が高い男の子がこうやってね、一緒に外出よっかみたいなことを聞いてくれたりするんだよね。うん、いいよ。すげえとこだな。やっぱスキー合宿なのか。さすがに寒いね。ああ、少しの間だけど我慢できる？うん、別に寒いけど。うん、大丈夫。ありがとう。実はね、
君に見せたいものがあるんだ。はい、夜空ですか？ここは街から離れているから、うんうんうん、星たちがとてもよく見える。それに今季節は冬、うん、一番綺麗よ、ね、冬の空には一等星が7つもあるんだ。ほら、とっても明るいだろ。本当、星が降ってきそう。僕もそう思うよ。あの一番明るいのがシリウスだ。太陽の次に明るい恒星だよ、うん、シリウスから時計回りにプロキオン、ポルックス、カペラ、アルデバラン、リゲル。なんか無邪気な様子ですごくいいですね、これね。この6つをつなげてオリオン座のベテルギウスを囲んだ六角形を作ってみて。え、難しいこと言わないで。うん、あ、できた。できた。この六角形にはね、名前があるんだ。できたの声がものすごくエッチだったの、みんな分かった？私にはエッチだなって思ったけど。どんな名前？冬のダイヤモンド。綺麗な名前。これが僕からのクリスマスプレゼント。今夜は君だけのものだよ。お前高校生なのにそんな歯の浮くようなセリフよく言えんな。なんかあのさ、あれかも、私そのロマンチックな言葉っていうのがすごくなんか苦手というか、何言ってんなお前って思っちゃうんだろうな。なんか高校生ってすげえ。ありがとう、イタル君。本格的に冷えてきたな。風邪をひいちゃいけない。もう中に入ろう。はい。クリスマスの夜に君と星の話ができた。時間のプレゼントありがとう。イタル君、トロモ君、メリークリスマス。メリークリスマス。ダメだ。これはドキドキじゃなくて、なんかね、ちょっとなんかなって思っちゃうんだよな。